こんにちは、リカです。今回はペリグーへ行きました。ペリグーはフランス南西部の町です。まずはパン屋さんで朝ごはんを食べました。私はグリーンティーとフィナンシェ。その後町を散歩しました。ペリグーには3世紀に作られた古代ローマ時代の遺跡がたくさん残っています。ここは今は公園ですが、昔はローマのコロッセオのような建物があったそうです。こちらも古代ローマ時代の遺跡です。とても大きい塔ですね。壁が古いです。これはフェスナ考古学博物館です。ジャン・ヌーヴェルという建築家がデザインした建物です。とても有名な建築家だそうですが、知っていますか？この博物館は古代ローマ時代にあった町をそのまま残しています。これは床の下に火を焚いて床を温める床暖房みたいなものです。ガラスもたくさんありました。博物館を出てまた少し歩きます。古い建物がたくさんありますね。教会も行ってみました。ペリグーの教会はとても豪華なシャンデリアがありました。1時になったのでランチにしようと思います。とても混んでいたのでレストランはあまり空いていませんでしたが、最後に美味しいレストランを見つけることができました。次は軍事博物館へやってきました。この博物館は外から見ると小さく見えますが、中に入るととても広かったです。珍しいものがたくさんありました。人形は少し怖かったですが、とても興味深かったです。最後にもちろんアイスクリームを食べました。とっても美味しかったです。ビデオを見てくださってありがとうございました。まだまだ Vlog をアップロードする予定なので、よかったら見てくださいね。じゃあまたねー。